はい、幸福の科学につきましてですけども、まあ、私の発信が真実を伝えてないんではないかなということをお感じになる方が当然いると思います。で、私がなんでね、幸福の科学についていろいろと動画を発信して、それはちょっと違うよ、あなたの偏見だよっていうふうに評価をされるかと言いますと、私はね、この幸福の科学のご訪問いただいている方との対話を今まで数年という単位を繰り返してね、それで知り得たことをお話ししてるんですよ。判断したこと。ですんで、もともと幸福の科学に関わりがなければ、多分動画一本も出してないんですよね。でこの方との関わりがあって、で、配られたものは全て読んでます。実は。どんなものも読んでます。で、幸福の科学の会員さんに聞くと、これ全部読んでるんですかって言ったら、いや、さすがに全部は読んでないんですけどね、って言われてます。ですんで、幸福の科学の会員さんでも、私以上には多分読んでないんですよ。ですんで、そういった見識の浅い方が私のところに訪問すれば、私がその人以上に見識深くなることはないんですよね。だから言ってみれば幸福の科学の方って訪問するぐらいの、まあ、勉強量っていうのはないんですよ。ないんだけども訪問して誤解を広めているんですよね。で、結果、入信して信心を深く深くしないと、10年、20年、30年と追求しないと真実は見えないってことになるわけでしょ。ってことは、幸福の科学についてしっかりと発信できる方は一人もいないってことになっちゃうんですよね。じゃあ布教活動不可能じゃないですかってことになっちゃうんですよ。で、あとは誤解はどんなことにでもありますし、じゃあその誤解がどこまで解ければいいのかと。それで私がね、もう全部が全部嘘ばっかり言ってるのかってことになると、そうでもないんですよ。やっぱりその通りのこともあるでしょ。だってこの書籍を元に私話してますからね。で、その他ご訪問いただいた方の会話の中で、明らかにこの中に書いてあることと違うことを話されてることも多々ありますよ。多々あるんですけども、解釈が分かれた時には、私は訪問していただいた方のことを信頼する部分もあるし、いや、その方が全然ちょっと分かってなくって、いや、でも本人はこう書いてるんですけどねっていうふうにお話しすると、書いてあることと解釈ってのはみんな違うんですよって言い方もされますよ。だって本に書いてあることは文字でしょ。文字を読んでどう受け取るか、どういうふうに解釈するか、一人一人違うってことを言われたら、じゃあ何のためにこれ発信してるんですかってことになりますよね。誤解させるような文言で書かれたものにもはや価値はないんですよ。つまり幸福の科学はインチキだってことになります。インチキでしょ。だって100人が100人とも同じ受け止め方をしないと。例えば人を叩いちゃいけませんってことを書いてあったら、誰も叩かないですよね。でも場合によっては叩いてもしょうがない時があるみたいな解釈をする人がいるとしたらどうでしょうかね。じゃあ何のためのメッセージなんですかってことですよ。まあ、ですんでね、本当に伝えることの責任、特に日本語を理解する人に日本語で伝えてるわけなんで、そこに誤解が生じないように知恵を尽くして、それができるからこそ神の意向の賜物なんでしょう。つまりは人間がやってることには誤解がつきもんってことは、つまり人間がやってるんですよ、うん、そういう風になっちゃうんですよね。で、あとね、他の宗教と同じと思ってるみたいな論調をすぐに持ってくる人がいますけども、オウム真理教と同じですよとかね、なんか創価会と一緒ですよみたいな、それこそね、どんな宗教マニアなんですかってことですよ。共通の部分もあるし違う部分もあるよねとは言えますけどもね。じゃあどこが一緒でどこが違うんですかってことを言おうとすると、またね、膨大な資料を読んで、そしてそれぞれを咀嚼するのに自分の一生じゃ足りないぐらい勉強しなさいってことなんでしょ、うん、じゃあ、ね、あなたの言ってること違いますよっていう人がいたとしたら、あなたは全部網羅してるんですかって私反論することになっちゃうんですよ。とてもそんなことできないでしょ、うん、だからやっぱね、私はね、会員じゃないから無責任なことが言えます。だから私の話が違うなと思ったら当然、うん、反論していいんですよ。だって私ここの会員じゃないんで、責任を持ってここのことは言わないですからね。何の責任もなく言ってるんですよ。でも少なくとも布教に来る人は責任持たなくちゃいけないでしょ。少なくともですよ、私はもうミスリードされてるわけですよ、うん、だからその辺会員間でね、一体何が起きてるのか、本当に布教に値する人が布教してるのかとかね、訪問しちゃいけない人が仕方がなく知らせるために本を配るために雑談しに行ってるのかって、よくよくその辺はチェックした方がいいんじゃないですかね、うん、やっぱ無責任なこと言ってますよ、そう考えると、うん、訪問してきた人はね、適当に嫌われないために私の話にそうだよねって話を合わせれば、じゃあ幸福の科学はそう思ってるんですかってことに私は受け取るしかないですからね。いや、久保さん、それは違うんですよ、こちらの大川隆法さんの解釈によるとねっていう風なお話をされるんだったら、あ、なるほどねと、幸福の科学ではそういう風な教え方考え方をするんだねと、なるほど、じゃあ私の考え方とも違うねと、
うん、違うけども受け入れないわけじゃないよと。違うからこそ発見もあるし学びもあるでしょ。だって言うこと言うことが全部私と一緒だったらすでに幸福の科学必要ないじゃないですか。同じなんだから。違うところをどう改めるか、もしくは違うからこそその違いを堅持していくのかっていうふうな選択が求められる。その連続がこういった修行だと思うんですよね。ね、幸福の科学ね、仕事の厳しさってありますよね。仕事の厳しさ、仕事って厳しいんですかね。いや、厳しい仕事を選んだお前が悪いんだろうとかね、厳しいと感じる能力の低さがお前が悪いんだろうっていうふうな解釈も成り立ちますよね。だって体力がない人が引っ越し屋の仕事に就職しちゃったら厳しいですよね。でもどうですかね、もう体筋肉流でね、重いものいくらでも持ってね、マンションの4階とか階段で駆け足で登れますみたいな人が、あなたの仕事は引っ越し屋ですって言われたら、いや転職ですわってなるでしょ、うん、だから向かない仕事をするから厳しいんですよ。営業がズルズルな人が営業に行ったら成績バンバン上がって給料高くなってね、みんなに尊敬されていいじゃないですか。でも営業なんてしたくない人、経理がしたいっていう人が、あんた営業の仕事できなって言ったら、仕事って厳しいなってなるでしょ、うん、仕事の厳しさね。こういうふうに書いてますよ。学生時代が終わり社会に出ると仕事というものが待っている。実社会は実に厳しい。本当ですかね。自分の時間を、そして自分の人生を自由に使おうと思うと、会社に拘束されて不自由な一日を過ごさなければならない。だからそういう会社を選ぶからでしょ、うん、家賃や食費、生活費を手に入れなければ一人前に独立したと言えないのだって決めてますけども、家賃、食費、生活費を手に入れなくても一人前の人っているんじゃないですか。それこそ価値観の多様化ですから、こういうふうな型にはめるのは私はどうかなと思いますよ。お金が人を自由にもするが、それを得るためには自由も拘束される。そうなんですかね、うん、まあだったらね、寄付を要求しないことですよ。自発的な寄付といってもそれをね、受け取らないことですよね。それをするぐらいだったら団体に寄付するんじゃなくて、身の回りの困った人にあげてくださいっていうのが宗教じゃないですか。どうでしょうか。それともあなたのお金はできれば宗教団体に寄付しなさい、うちに来なさい、うちに来なさいっていうのが宗教ですかね、うん、じゃないと、いや、うちの団体に寄付するお金があるんだったら、あそこに困ってる人がいますよ、あの人にあげなさいっていうと、すごい宗教だなと私は思いつきますけどね。どうでしょうかね。それでもなおかつこの幸福の科学に寄付することが最優先で、目の前の困った人に何もしないことがよろしいんでしょうか。もっと分かりやすいことを言いますと、幸福の科学に寄付するぐらいだったらね、自分のお父さんお母さんにお小遣いの5000円でも1万円でもあげたらどうですかと思うんですけども、そっちの方は払わずに幸福の科学に真っ先に他人の瞬間にお金をあげちゃうのかなと思うんですけども、それについての回答はいかがでしょうか。どうでしょうかね。お疲れ様です。